セント作品。さて、こういう大事なやつだけはこっちに隠しとかないと。僕あんま組織とかに帰属したという記憶あんまりない、うん、でよかったのはやっぱり前僕がいた研究所、それは企業の研究所も含めてやけどかなり自由度が高かったかな、うん、そのうまくお金を集めてくれるような指導者とか仲間がいたということもあるかもしれんけれど、うん、その中でその自由に仕事ができて、当然論文もたくさん書いたし、うん、特許もたくさん出したけど、うん、そういうことをやっぱり自己責任としてやれた。ある種それは組織に所属はしてるけど、うん、意識的にはフリーランスの感じかな。あ、なるほどね。フリーの基礎研究者というのは日本にはほとんどおらんから、うん、海外だってやっぱり自分のやりたいことをこう売っていって、うん、いろんなところを回っていく人、うん、そんなに珍しくもないけどね、うんうん、だからたくさんこう引っ越ししてきたってことなんですね。いうことにもなるやろ。この辺が、この辺とかはもう、この辺、写真とか実験データとか、まあ、何月何日どんな実験をしましたとかね、もう今もう大変いじめられてほらでしょ、全然分かんないけど、分かんないだろうけどね、うん、だけどこういうこんなの全部これずっと、やった仕事が、だからこういうのは本当になんていうのかな、宝物なのよ私にとっては、そうですね、うん、研究のなんつうの全部、うん、と言ってもええぐらいかな、うん、まあそれに近いかな、うん、はい、ご苦労さん、よろしくお願いします。上がるのは石も上がり方も要するにね、130だからものすごく多いわけやろ、デベーシも少ないし、どんどん上がってくるのかっていうのは、あれだと客観的に評価したらあかんで、まあ、くれぐれも主観的にやるって、はい、うん、まあ、仮説を作ってるってことですよね。当然イメージもなくてそんな客観的に普通にやってたら何も出てこへんわ。だからもうこうなるはずでないかと思って積極的に仕掛けていかないとデータ出へん。それは片っ端から飲んでみて調べるのは、ちょっと あったもの取ってくださいって感じですよ。いやいやいや、だからその一つとしては、はい、要するにいいけどポンと立ててこの3つの国だけがガクッと睡眠時間短い、何でしょう、寝てる間に成長ホルモンが出るということも昔からよく知られてて、はい、だから子供さんがあんまり夜更かししたりその徹夜なんかするのようないよという話で、でまあ僕ら学会とか講演会の時に寝る子が育つのは本当ですよという話に使う一番の切り札のデータがその成長ホルモンが寝入り場の直後の時にポンと出る、はい、それはかなりの年になってもまだ出ると、うんうん、だから大人になった後出る時の成長ホルモンは何をしてるか、はい、そこから体を大きくするとはもう打てないよね、うん、そうするとその体の中でいろんなホルモンのバランスとか整える。で成長ホルモン出てくるのって脳下垂体から出てくるし、いろんな内病系のホルモンの中で一番上に来るものの一つや、はい、そいつの量が増えるんで、はい、で反応するの女の人やってよ。そうですね、いいことづくみですね。なんとかなる。The recording. I see. This optimal. スポンテニアスで。ここだけなんか靴みたいな。まだパッケージができてない。そうなんだね。新品とかで。もう一度効能のあるものだけを濃縮させます。お、先ほど言いましたように素材も使ってきた。でそれを商品開発した時に実際に、消費者の。基礎研究が本当に役に立つの知らん人が多いでしょ、うん、だけど研究ってどっから基礎でどっから応用かなんてそんな区別するのおかしいと思うね、うん、僕はそんなあんまり気にしたことない、うん、やっててそのもともとはわけのわからんことが知りたいという基礎的なことから始まってるけど、うん、
それが何かの人の役に立つことがあったら、やっぱりそれは躊躇せずにやると、うん、いうことになるわね。